まり飽きない。もうちょっと寄ってくれなきゃ入ってないんだよ。ちょっとあんまり大きい声が出せないんですよ。音入ってないと思った。入ってるかな。聞こえます、聞こえますか。あんまり大きい声出せないの、ここしょうがない、オペラシティだからね。これを見に来てます。これを見に来てます。僕らのお友達がいるんで、ダンサーさんにね、男性だけど、感想は、一幕終わった感想は楽しかったですね。なかなか、ね、できない経験をさせてもらって。てるきくんがワイシャツ着てると珍しいよね。珍しいね、なかなか着る機会ないからね。真面目な格好してますね。たまにはこういう芸術的センスも磨いてゴルフに行かせるかどうか分かりますけど。芸術的センスはてるきくんない方なのかあるの方なのか微妙だよね。でもすごいよね、ここ映していいのか知らんけど。ダメだぜ。だからここの方がいいんじゃない。こうやったらどこだか分かんない。ちょっとさ、たまには持ってよ、ちょっと手疲れちゃった。感想はどうですか。感想、俺なんてこういうの好きだもん結構。まあ見慣れてるよね。見慣れてるしね、好きだから。あ、もともとやってたし、中学の時。え？3年ぐらい。なんで？クラシックバレエ。兵庫が？うん。そうなの？中学2年ぐらいまでやってました。初耳ですね、それは。やってました。そんな回れますよ、今だに。ちょっと今度回ってもらいましょう。でもこの間回ろうとして全然回れてなかった。ここ酔っ払ってたからね。いまだにちょっと回れる。今の体型で回れるとは思えない。いやーきついね。だって当時まだ46キロ。俺今73キロ。ちっちゃかったからね。無理だね。30キロ近く差があるから無理だよ。25キロ差がある。男の人であれ体重制限とか。一番ね、重たい人でね、多分ね、55、うん、ジョッキーとかあんだよ、あんまり。ジョッキーの、あの重量を担いでる時ぐらい。分かりづらいね。だからジョッキー大体50切ってる、ね、50切ってる、47、8キロだから彼らで、女性が一番重たい人で48ぐらいだからまでだから、背が高い人でも。でもほらやっぱ深刻レベル高いの、女性全員身長一緒だったよ。ああ確かに。あれオーディションでちゃんと決まってんの。166センチ以上170センチぐらい。みんな背高いんだね。じゃあね、ちっちゃい子もいないし、高い子もいるんでしょ。うん、厳しいね。男性は結構高めじゃないといけない。170、いくつだっけ、170何センチ以上とか、いろいろ実際に変わるんだよ、そういうのが。らしいな。たまにはこういうのもいいですね。まあ、これからテルフィクは必然的によく見に来るんでしょう。なんでいろいろあるよ、機会が。いや俺は別に勝負は来るかもしれないけど、俺はもうたまにね、毎回参加で、たまにね。いや俺今日1月ですけど、また2ヶ月後にありますんで、まあ、たまには行きますよ。だいたい2ヶ月に1回公演だから。そうなんだ。まあまあ、まあ、新しい演目を作るのに1ヶ月かかるから。ああなるほど。でも今回はスパン短いんで、12月にクリスマスやってるから、クルーヘルに。大変だ。それの後ニューイヤーと水木くん。なんで俺だけ普通の手が疲れた。疲れんだよこれ。はい、交代してあげる。はい、始まる。普通なんで、あと何分、今何時に終わった。40分に終わったぐらいかな。35分公演だから大体。そろそろか。じゃあもう始まる。じゃあ行きますか、2幕。はい、火の鳥だよ、火の鳥、火の鳥ね。行きましょう。